広がる菜の花畑に作られたのはこちらの巨大な迷路です。ポカポカ陽気に包まれた今日は多くの家族連れが訪れまして、歓声が響き満開の笑顔も咲き誇っています。南相馬市の貝浜地区にある菜の花畑、鮮やかな黄色の花が訪れる人を優しく包み込みます。ゴールを目指し迷路を走り回る子どもたちも自然と笑顔があふれています。楽しい感じする。たださ楽しいだけじゃなくてこれさ普通ではないことだし、いい気持ちになる。なかなか出かけられない日々が続いてたんですけど、こうやって菜の花とか大自然にすごく癒されました。この迷路を作っているのが上野隆之さん。津波で両親と2人の子供を亡くしました。被災したこの地区を子供たちの笑顔が広がる場所にしたい、その思いで2013年から菜の花迷路を始め、今では毎年1万人以上が訪れる場所となりました。笑顔になってもらって、それを天国からね、亡くなった、うちの家族だったりここの近所の親父だったりがみんな見てくれて安心してもらえれば、それが一番生きてる自分にとっては正解なのかなと思ってます。で、涙しかなかった場所に今こうやって笑顔が、これだけの笑顔があふれるっていうことが素晴らしいことじゃないですか。体力が続く限り頑張ります。